だったと聞いて内緒にしててこの間バレちゃった。言葉にできないような感覚に襲われる本で、いや、おめでとうございます。さあ、それでは杉崎さんから喜びの声を聞かせていただきたいと思いますね。よろしくお願いします。はい、杉崎花と申します。素敵な賞をいただき光栄に思っております。何より劇場に足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございます。物語に関わる中で何か一人で成し遂げるということはできないと思っているので、この賞は映画に関わった皆様と喜びを分かち合いたいと思います。自分にとってかけがえのない出会いになった一子という作品に関われたことを誇りに思います。ありがとうございます。おめでとうございます。それではお話を伺ってまいりたいと思いますが、ここで一子の監督である戸田明宏監督がいらっしゃいますのでお越しいただきましょう。戸田監督、どうぞステージへお越しください。久しぶりの再会という感じですね。はい、じゃあ戸田監督からスピーチを、お祝いのメッセージをお願いします。いや、監督からお手紙が、はい、届いたんですか。あ、いただきました。何ページぐらいでしたか。ページ2枚分ぐらいの。2枚分ですか。はい、先生 の監督の自筆ですか。あの代筆だったと聞いて。はい、字はあんまりうまくない。ちょっとそうなんですよね。そう、それでちょっと私もそうですよ。ずっと内緒にしててこの間バレちゃった。はい、でもやっぱり監督のお手紙には心打たれるものがあったということですか。はい、そうですね、自分にとって分岐点になる作品だと思っていますということが書かれていて、やっぱりそれだけこう勝負に出ようとしている作品で、自分自身のことを求めていただけたことも嬉しいなと感じてますね。いや、非常にこう難しいっていうか、演じる上ですごい大丈夫かしらとか抵抗感はなかったですか。でもなんかこう読んでいて自分の言葉にできないような感覚に襲われる本で、これをこう現場に立って演じた時にどんな場所に連れて行ってもらえるんだろうという、こう未知の感覚があって、早く現場に行きたいなって思いました。監督、あまた女優さんいらっしゃると思うんですが、なんで杉崎さんに会えて。たくさんの役やられてると思うんですけど、やっぱり表現の幅を持たれている女優さんですし、はいはい、何よりやっぱこの目から引力をすごく感じる女優さんだなと思っていて、そういう一子という役にはその、強い引力みたいなのが必要かなというのがあって、ダメ元で手紙を出させていただいたという結果。お前ですね、代筆でね。よかったです、代筆で。はい、すいません。さて、もうこれ単独主演作品で女優主演賞ですから、これは大変な自信にもつながると思うんですが、今後どうですかね。改めてどういう役をやってみたいとか、この賞を受賞したことによって、自分の中で この女優としての気持ちの変化みたいなものがあれば。そうですね、とてもありがたく思っているんですけど、変化というものはあまり感じていなくて、やっぱり評価っていうのは他者の中にあるものだと思っているので、私は引き続きこの先も粛々と作品に向き合っていきたいなという気持ちなんですけど、やっぱりこのような場所でこんな機会をいただけたことで、まだ細々と映画の上映も続いているので、興味を持っていただけるのかなと思うと、それはやっぱりすごく嬉しいですね。いや、言葉選びも素晴らしいです。いやいやいや、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。杉崎様、戸田監督へ今一度盛大な拍手をお送りください。プレゼンターの小尻様、ありがとうございました。さあ、行きますよ。続いては男優主演賞の表彰に参ります。